ようやくのんびりできると思えば、またすぐに次の厄介事がやってくんのな。やっぱりユーリって絶対になんかついてるんだよ。俺だけのせいにすんなっての。カロルだって当事者だろうが。でもユーリに会うまでは化け物に会ったり騎士に捕まったりしなかったよ。そりゃ俺だってここまでひどくなったのはエステル連れてテート飛び出してからだよ。となるとつまんねえこと考えてないでとっとと行くぞ。